ティーフラウンドテーブルへお越しいただきありがとうございます。About 22 countries can read our articles in Arabic. I think there was only two or three film critics, but there are a lot of journalists, women. There are a lot of male directors who would create their own kind of fantasy version of a woman, which had absolutely nothing to do with what an actual woman was. I mean, Woody Allen, for example, was terrible for that. In the early stage of my professional, I interviewed two big stars. They are very famous in making gangster film and kung fu films. And when I interviewed them, they have a bias, feeling that a little girl like you doesn't understand what I'm talking. And so they stand up and they stand up and leave. Yeah. なんとなく悪く思われないようにこうなんて言うんでしょうね、こう和やかにするみたいな努力を結構してきたんですけど、それってちょっと無駄だったかなって思ったりもするので、時代が変化しているっていう真っ只中だと、この荒波をみんな全員、人類全員がシンプルに言えば優しい心で未来に進んでいきたいなと改めて思いました。我相信呢個係佢好特別嘅一個創作方式啦，就係佢希望喺現場。佢除咗有咗個完整劇本之後，佢仲喺希望喺現場裏面睇到有啲咩新嘅嘢，無論喺演員或者喺機器嘅運動，或者喺故事上，佢隨時睇下仲有啲咩可能性可以變動。所以佢亦都可能因為咁唔想俾演員知道太多，因為你知道太多嘅時候，你會設定了一個方向或者一個方法，那萬一它改動的時候就會不是那麼容易。所以其實每一次拍就會覺得好像一個 adventurous 的旅程，深入你都知道王家衞導演拍戲拍多久，即是你一個很長時間投入了一個角色，你要將它完全做到另外一個人，我覺得不是那麼容易。所以我還記得我第一天回去拍戲的時候，我就跟王家衞導演說，你可不可以給我一筆數，我需要有些東西令我自己覺得我不是那個人。但是他當時跟我說不行。拍完整個2046去到康城做首映的時候，他在看完首映，跟著我們晚會的時候，他跟我說，他說是的，你真的需要一筆數。因為我覺得演員是這樣的，有時候在表演裡面，有時候是需要利用某一些東西去令你投入去一個角色裡面。カンヌで役所広司さんが主演男優賞を取って、でその授賞式の帰りにこう歩いてる時にベンダース監督が撮った、ミンさんの映像フィルムを使って一つ作品を作りたいんだっていうふうにこう言って、でそれからものが動き始めて、最初はもうオリジナルでいこうか、それとも選曲だったらこういうのを考えるっていうことをおっしゃったんですけど、それが2点3点ぐらいしまして、今のものに過去の私のアルバムから選曲していただいて、それをこの映画のためにリミックスし直したりレコーディングし直したりして使っていただいています。皆さんがこれからご覧になるフィルムはヴィム・ヴェンダースが踊っている映画です。そういうふうに思っていただけると一番嬉しいです。それも僕は共有しているということですね。だから僕は踊り直しているような気分なんです。そのまんま来て、そのまんまやっていいよって言ってくれて、で多分子供がいっぱい出てくる作品が多いと思うんですけど、多分子供たちにもそんなこと言ってて、なんかそういう緩い感じで自分もやったので、皆さんも緩い感じで短いので見てくれたら嬉しいなって思います。顔合わせの時から今まですごいただただ楽しくここまで来て、なんか
自分がこの場所に立っていることが未だにちょっと実感持ててないっていうか、すごい不思議な感じなんですけど、皆さんに見ていただけるのがすごく嬉しいです。40分の映画ってあんまり普段見ないですけど、本当に心地いいもんだなって思いました、うん、でなんか2時間って結構疲れるなって僕映画館でも思う時あるんですけど、すごいいい長さで、1回だけ見るとですね、その子供と、まあ、あと後半に出てくるある女性のにものすごいなんか感想が持っていかれてるので、よかったら何回か見てもらえると嬉しいなと思ってます。まあそうですね、10年間ちょっと作品としては作ってなかったんですけど、自分のちょっと学生時代 の映画作りとで、まあ、あった、まあ、いろんな楽しかった時間もそうだし、ちょっと失敗してしまったなみたいなところもそうですし、まあ、ちょっとこう実現できなかったこうアイディアとか、なんかそういうのをこう、まあ、ある意味自分の人生をリテイクするじゃないですけど、全部つぎ込んでみたというか。中野さんは湖のシーンの時に、先に下見の時に中野さんはパンツ一丁で入ったんですよ。冬だったんですけど、まだ4月の寒い湖、寒い群馬県の氷があったの。そうそうそう、氷が浮いてた。あれ高度が高くて、あそこの湖が山でブルブル震えながらこう釣りしてるおじさんたちの間くぐってこうバシャバシャって入ってって、ごめんなさい釣りをしてるおじさんでもあれおじさんたちにうちらが中野いじめてると思われて、大丈夫ですかって言ってたよね。皆さんどうぞの拍手でお迎えください。印象に残ったのが音楽なんですけど、確かモーツァルトのクラリネットコンチェルトの2楽章をアレンジしたようなメロディーが頻繁に流れてたような気がするんですけれども、 No, hai indovinato in un modo commovente, mi rallegro, bisogna fargli un applauso. 素晴らしい当たりです。とても感動しました。Non è scritto da nessuna parte, ma il tema è il concerto per clarinetto orchestra di Mozart. Perché? Perché anche Mozart è un grande enigma. Perché anche Mozart è un grande mistero. Perché anche Mozart è nato con tutto il sapere musicale del suo tempo. Grazie, arrivederci. ありがとうございます。アレクセイ・ゲルマンジュニア監督、そして美術衣装担当のエレーナ・オゴブナヤさんです。Okay. We have the director, Mr. Alexei German Jr. and Ms. Elena Okupanyan. Я еще одну вещь скажу, которую забыл. Этот фильм в значительной степени делали женщины. Елена, которая на своих хрупких плечах построила огромный мир. Операторы, две из трех операторов фильма женщины, монтировали фильм женщины, директор фильма женщины. Это первое. そしてフォトセッションにはですね、出演された方々、アナスタシア・タルイジナさん、エレーナ・リアドワさん、そしてアグレア・タラサワさんにも登壇いただきたいと思います。The producer, Mr. Yan Chen, and the actor, Mr. Wan Hongwen, who played the role of Hu Tianmin. 大家好，非常感谢大家来看《艺术学院》这个电影。我也是第一次做声优，终于可以不用在荧幕上露脸了。谢谢大家。但对这个电影来说，我觉得它的必要性是非常非常鲜明的。大家可以在影片的画面中看到非常独特的笔触色彩和光线的处理然后这一切其实都构成了一种非常独特的氛围它使得
会达到一些我们用这个实拍的方式不可能做到的这个效果啊，所以我认为这个是非常独一无二的啊，我觉得这个其实是动画语言所有的一种优势，当然它也必须是手绘的动画啊，它也没法做成一个三维动画啊，它只能是一笔一笔的画出来，对。モンコンフィアードさん、ジェンディさん、どうぞ。We have Mr. Paul Soriano, who is the director and executive producer. I believe as a filmmaker, you know, each film you do, you just, it defines where you are at that particular moment. Now, as I'm much older, or much more mature, I'm finding my voice. And I think with The Fisher, it's really maybe the style of filmmaking and storytelling that I'm becoming. What I love the most of our project isthe script. Director Paul wrote that different story. There are lots of stories about fishermen in the Philippines, but this one is really different. It's more on mise-en-scene or representation. So I guess it's an open-ending film. You have to...think for yourself. I don't need to do anything because every time I would see him being dizzy in the boat, I'm laughing like ha 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 ha. 漁師のお三方でした。どうもありがとうございました。